演武の記念碑演武は、ケニアの旧東部州中部のカウンティ。中心都市の演武は、2013年までは、東部州の州都だった。2009年の人口は516,212人だった。ケニア山がある北西から南東に向かって斜面が広がっている。最低地点は棚川盆地の515メートルで、最高地点は北西のケニア山の4,570メートルである。 棚川以外の主要河川は、チューシー川、木川、ルービング市川、芝川、アイネ川である。雨季は3月から6月と、10月から12月である。年間平均降水量は1067.5ミ、mm、リメートルで、地域により640ミ、mm、リメートルから1495ミ、mm、リメートルに及ぶ。1700メートル以上の高地では、最高気温は3月の摂取30度。 最低気温は7月の摂氏12度である。演武技術大学演武の救急車2014年1月、ケニアで初めて前期児童発展教育が導入された。ムウェア国立保護区のキリンケニア山70.1%の住民と87.9%の世帯が農業に従事している。高地ではコーヒーや茶等の現金作物を栽培している。定地では トウモロコシや豆、ささげ、バナナ、トマト、ポーポー、アボカド、柑橘類等の食料作物を栽培している。19000ヘクタールの農場のうち14000ヘクタールが食料作物を作っている。畜産は高知で牛乳とその加工品が作られている。牛やヤギ、羊、鶏が中心である。漁業はマス、ティラピア、デーギョ。 ナマズが水力発電所のダムで取れる、ジョーンジュエ、ありがとうございます。